はい、はい、今日も決まりましたね。幸先スタートですね。じゃあ皆さん恒例のそうですね、行きましょう。一緒にやってくださいね。そうですね、東京ではもう開花宣言ありましたね。で、関東では3月下旬にもう見頃を迎えるみたいですね、桜が。そうですね。で、ちなみにZガールズのさくらちゃんも3月下旬が見頃らしいです。なことはない、彼女は常に旬ですからね。別に女性はもう一年中が旬ですから、そういうね、見頃とかないですから皆さん。では、ありがとうございます。で、今週はちょっとセットも本当に、先週いろいろご意見いただいて、とりあえず合わせていただいたんですけど、今ここにちょっとあるんですけど、なんか全体が広く映って、ちょっとバリオのイケメンの顔が映ってないっていうちょっとクレームが来てましたので、今週のゲストは特にちょっと寄って注目していただきたいゲストが来るっていうことも情報が入ってますので、ちょっとこう寄り気味でちょっとこう密集した感じでやらせていただきたい。カムだからこの文字が逆になってる。ちょっとじゃあ逆になっちゃってるのか。今日はじゃあ今インカムでやっちゃって逆になってるみたいなんですけど、スタッフの方からそういう意見が入ってきたんですが、どうしましょうね。もう逆でやっちゃっていいですかね。はい、すいません、ちょっと次週にまた購入させていただきます。で、広角レンズで、看板も作っていただいて、後ろにもこれありますけど、で、あと1話で、これに続いてカズトークまた進化しました。なんとステッカーもまた新たに作っていただきまして、ちょっとこれで今後カズトークですって渡せるものがついにできてしまうかもしれないという、まだ当然作ってないですし、まだ放送段階中なんですけど、本当に視聴者の皆さんのおかげで毎週カズトーク進化してっています。本当にありがとうございます。で、もう番組も始まっているので、早速なんで、今日も準レギュラーのバリオ登場です。皆さん拍手で迎えてください。どうもはい、こんにちは。どうもどうも、準レギュラーですよ。あれなんか、あれなんですよ、画面がすごくボケてる、あれちょっとじゃあ、ちょっとバーリーに調整してもらうんで、前菜にちょっと待って、バーリーが多分こすってくれると思うんで、バーリーの大きい指が、わかりました。ボケてますか、光の関係ですかね。光、これ消そうか、こっち消そうか、これちょい、ちょいボケですね。インコムの影響いけますか、これ。今日でも顔をちょっとぼかして入れた方がいいっていう風にちょっとなってるのかな。消すね、まだボケてる。なんでかな。スクリーンも磨いたんでね。普通の、普通のに変えます。一回じゃあ変え、ちょんちょんってしてピント合わせてって、ちょんちょん、ああなるほど、何ちょんちょんって、ちょん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 で合うの、ちょんちょんで合うの、これ、これちょっとあったあったのかね。ちょんちょん、あーでもこの後ちょんちょんで顔が見えないよって、電波かな。いやでも電波ピント、あ、インカムだから普通のカメラより画質が落ちるんじゃない。じゃあ普通のカメラにこっから戻すことって可能、やってみますか。今日インカムダメやつ、これなんかいろいろつ、まあ立ってやりますか、立って、でこっちで調整すればいい。バリ俺が言うけ、ちょっと待ってね。やっぱ普通にしようっていう意見があるから、ああでもこれだったら多分、ああいけるかも。でちょっと下目、ちょっともうちょい俺寄せかな、こういう感じ、こういう感じ、
もうちょい俺寄せ、うん、あ、で、ちょっとずれてくるわけ、もう大丈夫じゃないかな、この辺かな、あー、うん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 、あ、一応画質は綺麗になったっぽい、うん、ちょっとこっちが、こっちに、ね、あ、ずらした、あ、だからこれで来ました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 、うん、すいませんね、生放送なので、まあでもその間に、視聴者の方が今90人近く集まってもらってるんで、これでいきましょう、ナイスアシスト、バーリー、ピント合わせて、コメントで消えちゃう、消えちゃうっていうあれがある、なかなか僕ツイッターソフトバンクの店員さんよりも詳しい天才人が設定してますんでね、こんなもんかな、彼を信じましょう、このぐらいやったらコメントと隠れないでしょう、うん、なるほど、すでにね、もう俺がこの1週間使ったことによってスペックが落ちたんかな、俺の iPhone 早くもあ、でもなんかちょっと綺麗になったような気がするけど、綺麗にはなってるんじゃないですか、こんな感じでスタートしちゃっていいですかね、うん、ちょっとじゃあ、はい、大丈夫かな、やっちゃいますね、ちょっとね、本当の大事な時間帯がね短くなっちゃうといけないんで、さすがバーリー、うん、バーリー今日も好感度絶好調ですね、うん、じゃあ改めましてカズトキ始めさせていただきます、拍手でーす、はい、うん、ところでさバーリー、はいはいはい、あのまず、うん、髪切った、うん、まずまず髪がもう伸び放題ですよそっか、切ってはないか、もう近い時間が切りですけど、うん、ちょっといい髪型ないですかね、俺がイメージしとうのは、うん、もうちょっと横を買ってちょっとカメラ目線でこう刈り落として、あの目の周りもうちょっとメイクして、うん、石根みたいな感じでもっとこうバーってこう広げてもらってさ、うん、やってほしいよね、ざわつくでしょ、だいぶ東京Z に石川五右衛門現るみたいなさ、まあ、振り切れたらそうやってもいいですけど、ちょっと振り切れる勇気がないですまだまだちょっとプライド残る、うん、ちょっとまだ、そっかそっかそっか、まあね、うん、まだ若いしね、うんうん、俺みたいにも振り切れて3週ぐらい回っちゃうとね何も怖くないんだけど、なんかいい、あ、丸込くん、あ、カズさんの帽子、だるまみたい、ん、誰が優しだるまですか、本当にもうすぐだるまって最近言われるんですからね、ほんと七転び八起きですよ、僕は何を言われても、カズさん、髪伸ばしたことあるって聞きますよ、ね、これはね、本当に恥ずかしいんですけど、うん、一回ちょっと髪伸ばして、まあ、テンパって話はちょっと前々回ぐらいで言ったんかな、ああ、そうですね、で、その時にちょっと伸ばしてストレートパーマってやつを当ててみたいなって思ったんですよ、当ててみたいで、当てるために、うん、正直ちょっと一回伸ばしたことがあって、なるほどで、うん、伸ばしたのが前も言ったけど、バーリーの前髪行ってないかいって感じの状態で、うん、まあ、初めて散髪屋とかいわゆる床屋って言わんとこで、うん、美容師っていう、美容室っていう、うんうん、美容室っていうね、サロンとか言うやん、うん、そこ行って、うん、何も役もなしにバッて開けてストレートパーマ当ててくれって言った時にもう鼻でクソ笑われてそっからトラウマになってもう帰って速攻のりの足長が坊主にしましたっていう以来伸ばしたことないです、うん、これ中学校の出来事です、まあでもちょっと見てみたいですよねシーズンももうあとそんな長くないんでね、あのさ残りぐらいはちょっと伸ばして、いやいや残りでやって知れとるやろそんな方がいいやろ、ただのスポーツ狩りぐらいの、そうなの、似合ってないテンパスポーツ狩りみたいな感じになるだけ、うん、それよりさバーリーさん、はいはいはい、今日ね、うん、もう本当にね、うん、カズトーク始まって以来の番組をスタートされる、うん、させる前の、うん、もう視聴者の皆さんからのもう期待のコメントが殺到したゲストを今日登場します、いやもうね、うん、もう圧がすごいですよこの時点でこっからのもう圧がすごいですよ、ね、すごいですね、やっぱりね、もう早速呼んじゃおうか、じゃあもうね呼んどきますかね、うん、ちょっともう本当に皆さんすみません、お待たせしました、うん、あのね東京 Z のもうこれ彼多分おそらく今ナンバーワンの人気と言っても過言じゃないでしょうね、うん、もういろんな歴史全てを知り尽くした、うん、もうですね、うん、で年はもう多分推定でいくと45なんですけど、うんうんうん、一応あの公式には年下ということになってるんで、うんうんうん、まあ年下なんですけど、
僕はもう本気で彼のプレーと、まあ、いわゆるプレイヤーとしてのアティチュードですね、もう本当尊敬してます、うん、我らがキャプテン高山シモンです。皆さん一緒にお呼びしましょう。はい、はい、行きましょう。シモンカモーンすごいね。みんなカモンって言ってくれてるよ。わあ嬉しい。ありがとうございます。嬉しいよね。いやね、時差あるっすね。うん、ちょっと時差がある。初回の俺の携帯の時1分時差あったから。1分。今もだいぶ時間短くなってる。後ろのポスター取れる。カズトークがちょっと。やばいやばい。じゃああれ、シモン選手、はい、高山シモン選手、ちょっと簡単な自己紹介、あ、で、ゲストはちょっとこのおにぎりをちょっと掲げて見えるようにちょっとね、まあ、みんなカモンって言ってるよ。いや、嬉しいですね。嬉しいね、本当にね。シモンといえばもうカモン。シモン、カモンは恥ずかしくない。いや、もう嬉しいっすよ。嬉しいっす、嬉しいっす。シモン、あの皆さん多分東京 Z のファンじゃない方もいらっしゃると思うんで、はい、ちょっと簡単に自己紹介だけ、アースブレンド東京 Z35 番のゆっくり言って、35番つけてます、高山シモンです。人見知りなんで今日ちょっと緊張してます。ちなみに年齢は33とかに見られる26っす。嘘つけよお前。いやいきなり嘘で、どうでもちょこっと一緒かお前。狼少年になるぞ。いやあ、本当のリアル26歳26歳です。いやいや、本当こう見えてね、リアル26歳なんですよね。先週ね、高山志望を呼びますっつった時にコメント欄に放送事故になるんじゃないかっていう、ね、心配の声も寄せられた。今んとこ大丈夫ですかね。大丈夫ですか。一応インスタライブ史上ね、うん、まあちょっと僕らの中でもちょっとバクチなところはある。何がバクチなんすか。大丈夫なの、やってみないとわからないから。うん、僕らもね、ブラックバーリーも出してきたからね。本当にね、バーリーもやっぱこうオーガナイザーとしての立場として、立ち位置としていろいろ関わってくれてるから、うん、やっぱり番組でね。いやでも最近なんかご飯とか食べ行ったら学生さんって言われるんですよね。あ、すいません皆さん、いいっすか、これフリじゃないっすからね。ね、高山シモンという男はこういう男なんですよ。いきなり苦しもないところから普通に嘘つくんですよ。いや嘘じゃないです、嘘じゃないです。マジでどんだけ笑ってんすか。乱論した苦学生に思われた。お前弁蔵さんにするか。ああ、もう来年がラストチャンスなんだろうな、この人っていう学生かもしれない。学生っていう枠にもいろいろある。もうラストチャンスとっくに過ぎたよ、全体的には。でも今ね、ちょっといろいろね、こうやって話しながら弁蔵さんっていう新たな、ね、ニックネーム連携できそうなんですけど、うん、巷ではなんかちょっと聞いたところによると不動明王って呼ばれてるの。いや、カズさんしか言ってないんです。いや、俺は別に何も言ってない。なんか NHK でなんかお前のドキュメンタリーのアシュラですか。アシュラのあれ、シモン出てなかった。出てないっすね。今夜なんか8時からっつってさ。でもちゃんと調べたら、うん、まあ顔に似てます。いやね、そうで、まあ不動明王っていうのは、まあちょっと僕もちょっとツイッターで言わしてもらったんですけど、うん、本当に高山シモンという男は、まあ、あとまたいろいろ歴史から踏まえてちょっと話させていただくんですけど、まあ試合会場で見てくださっている皆さんご存知ですよね。もうプレー中の顔がもう本当にもう怒ってんの。いやてかもうそれを飛び越えて笑ってんの、もはやそれが分からない。バーリーから見てもね、僕もなんかこう泣いてんのかなって思わせる時もあるんですよ。泣きもあるよね、本当に。人によっていろいろ見え方が変わるってことですね。だから、究極の、その時の人の感情によって変わるってことでしょ。もう、信じるものは。なんかさ、その時の体調によって変わるあのドリンクのさ、メダリストさんみたいなこと言うよね。メダリスト、紹介してメダリストさん、ちょっと、キャプテン。いや、メダリストは、うん、あれのおかげで本当に、うん、今まで頑張れてるっていう。まあ、俺なんて本当、身削って、なんぼで、ボールに飛びついてなんぼなんで、うん、多分あれなかったらもうここにいないっす今。緑さん、涙を流してください。ありがとうございます。
今高山氏も泣いてますから、ね、俺決して怒ってないですから、ね、本当にいつもさ、そう、ね、元気になる子だね、うん、本当に。だからやっぱりその表情界のメダリストっていうか、ね、表情界のメダリストっていうか、もうメダリストさんからも電話来るよ、本当に会社からもう、もう営業担当の方だから、もでもなんか飲んでるのにいつも苦しそうな顔してるねって言われちゃうかもしれないですよ大丈夫みたいな、結局物が売れませんよ、ね、ちょっとそうだね、広報的にはあの元気な感じの方がね、会を重ねるといかん議題になる確かにその辺はこの人を追いかけていいのかって、そう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 、その辺はね、うん、まあまあでも不動明王っていうのはね、まあ、俺が勝手につけさせてもらったんですけど、まあ、そのぐらいやっぱそのプレー中でも本当にもう僕もひどい顔してますし、やっぱ必死にやってるんで、そういったところもゲーム中にチェックしてもらえれば楽しみの一つですね。ファンの皆さんがね、いつも写真とかでさ撮ってもらって、なんか俺なんか100枚撮っても1枚もいい写真ないんやけど、俺ですしもこれ本当ないでもファンの方が撮ってくれる写真ってなんか、あ、ちょっと見れるかなって言ったら失礼やけど、うんうん、なんか俺でもこんな風にちょっとなんかちょっと良さげっていうかさ、いやかっこいいっすよ普通に、ポイントガードでも指揮してて、うん、もうゲームメイクして、うん、すごい見栄えもいいっす、うん、もうそういうのはちゃんと仕込んでからこれ何も言え、ただ普通に素直にありがとうやめてくれ、いや本当いつも撮ってくださっておりました、本当にありがとうございます、うん、ね。まあじゃあちょっと不動明王ちょっと一回離れまして、離れましょう、すぐ離れましょう。なんかバーリーよくなんか体育館とかで若いですからなんかさ言われて、なんかシモンが、あ、それな、俺は不動明王と思ったんやけど、最近クロちゃんってよく言われてるよね。言われてないです。え言われてないです。いやクロちゃんだって、ね、ちょっと待って、クロちゃんってさお笑い芸人の、そうそう、安田大サーカスのドンドンドンのだってね、さ、もう早速ね、コメントとかもいろいろなの、クロちゃん、もうクロちゃん来てるの、もうね、登場したあたりからもクロちゃんとか来てるよ、ね、俺、ハッシュタグで入れたかな、したらほらほら、みんなこう、クロちゃんは似すぎとか来てる、マジ似てる、クロちゃん、え、でも、どう、あ、でもね、わかるわかる、髪型とかで俺今まで気づかんやったけど、なくした方がいい、でも、今日のやっぱでも服装的に、シロちゃんだよね、シロちゃんじゃない、クロちゃん。皆さん、これが高山志文という男ですよ。うんうん、本当にすいません、ジャスティスのフリーで今まで散々なかったんですけど、すべてはこの瞬間のために撮ってました。うん、そういうこと、うん、お待たせしました。うん、それおにぎりですか。恥ずかしいね。いやシモン、一皮むけたね。いや今日は本当にツイッターでも告知したんですけど、うん、もう皆さんでシモン裸にしてあげてください。うん、これでもいじってなんぼなんですよ。丸っ裸。もういじってなんぼなんで、うん、本当にこれだけのゴリゴリの見た目なのに、うん、もう僕とチョモが、まあ、今年この間からチーム入ったじゃないですか。そこでもう僕ゴリゴリ。今初日ぐらいに行けて突っ込んだんですけど、いやそんなこと言われたことないですって嘘いや今までの人たちがシモンの多分年上だと思って遠慮しただけなんですけど、まあ、僕はもう年上と思ったんですけど正直、ただそこはでも言わないとも折れなかったんで、うん、そこからもうゴリゴリってもう練習中も言いまくるよもんね、うん、ゴリゴリっちゃめっちゃいいですねそういうキャラを僕全面出していきたいと思ってるんで、でもさ、これさ見てる人さ、例えばさ、うん、ゲーム会場とかでさ、うん、あれ、シロちゃんですかみたいな振り、あれ、みどりちゃんですか、あおちゃんですかの振りが来たたんびにやらんといかんよ、これ、うん、マジですか、うん、皆さん、そういうことです、うん、そういうことですぜひいじり倒してください、もう今日そのためなんでね、うん、この番組は、いやカズさんもゴリゴリだよって言ってます、うん、確かにね、皆さんからするとゴリゴリがゴリゴリじって何をやったんだよっていうね、そういうちょっと滑稽な感じだったかもしれないですけど、シモンいじっていいのとかしてますよ、そうなんですよ、いや皆さん本当にこれが誤解なんですよ、ほらシモンナイスキャラだね、かわいいなとか、シモンは本当に僕1日5回まではって決めてるんですけど、いじり倒しますから、本当5回もう全力でもう5回はいじるもんね、いやそうっすね、まあ、でも真面目なんでね、やっぱりあんま面白い会社ないんですけどね、いやお前ねそのままでいいよたまに天才的にね面白い時あるけど、お前本当に
その存在と圧がすごいよね。いやいや、うん、言えないっすよ。言えないっすよ。やばいやばいやばい、みんなみんなもうハイタッチの時に振りますみたいな。やばいですやばい、全然進まないっすよ。あんまり狙い通りやね。狙い通りですね。あるね、シモンね、うん、いやー、うん、ほんといいわ。もうこのまま行きましょう。いじり許可を言いました。シモ、うん、の笑い声いいよって。そうだす。いやね、結構でかいって言われるですけどね。うるさいって言われるっす、うん、お前の笑い声は本当特徴あって、あと3回聞いたら俺モノマネできる。今日もね、さっきコンビニ行った時に、あ、これこれと思ったけど、まだちょっと俺の中でモノにできてないから。もうちょい時間ちょうだい。マスコ来たよ。マスコはこんばんはって来たよ。知らず、うん、マスコ入ってきましたよ、うん、知らずちょっと遅かったね。ちょっと遅かった、ね、見てなかったのかな今の。あ、見てなかったのかな。シラスはね、うん、あれやけさ。まあじゃあとりあえず、まあ、このままじゃゴリゴリで1時間本当押しちゃいそうなんで、あの、まあ、やっぱシモン、高山シモン、うん、東京都のまあキャプテン、うん、でやっぱり東京都の魂っていうふうにみんななんとなくこう理解してもらってると思うんですけど、やっぱそれ実際なん高山シモンたる選手はどういう、うちのチームにとってどういう存在、どういう人間なのかっていうところを、うん、今日正直僕も本当に一番呼びたかった選手でもありますし、知りたいんですよ。なんでちょっとあのこのチームとの関わり方の歴史についてちょっとさ、うん、あのその顔で伝えてもらって。顔関係ないです。いや一番最初そうですね、大学、東海大学で。東海大ってあの東海よね。あの東海です。あの日本一の。あ、そうです。東海よね。自分の代で日本一。ジュンさんも来てますよ。おお、ジュンさん。あ、ジュンさん、ジュンです。おや、ありがとうございます。え、東海って誰の代？狩野祐介が滋賀にいるんですよ。だから大輝の、田中大輝の一個上です。お前さ、お前みんなお前、大輝って言いたいよ、田中大輝。田中大輝の一個上。お前、B リーグのプリンスやぞ。あ、上？うん。俺が教育したっす。アリスのとこまでを作り出したのはこの男ですよ。そういうことか。でもそうそうたるメンバーの中で、まあ、東海大でインカレとかも当たり前に優勝して、はい、でその後とはそこで就職どうしようかっていうところで、ジュンさんが気づかれてなくて、もう住めますって来てます。ジュンさん誰？ J ウォーク？そう J ウォークもうすねえんだ。お前子供みたいなこと言うんか。ちょっと待って J ウォーク。だから就職活動してる時に、うん、山野さん拾ってあげて、ちゃんと J ウォーク山野さんと、いいよね、ジョークやつ。山野さんとすごい、代表の、はい、代表のうちの代表の山野さんですね。熱いお誘いを受けて、でその時実際アースフレンズってクラブチームの2回戦負けぐらいの、ちょっとごめん、一回ちょっとごめん、話の途中で申し訳ないけど、え、お前、日本であのセミプロ集団の東海大学で試合出てたでしょ。まあまあ、そうですね、まあそんなに出てないですけど、ね、でも1分でも2分でも出たら、もうあのメンバーの中に出たら、それはすごいことや、うん、で、あの、それね、その時の当時のあれ、まあ言うてもクラブチームなわけやん。そうですね、しかも2回戦負けですからね。血迷ったか。まあ普通みんな企業チームとか JBA 当時 JBA かな、つぶやかわからんけど、その JBA かわからんけど、お前普通そこのレールに完全乗っかったのに、うん、なんでそのクラブチーム時代のこの東京 Z、うんうん、確かに、にお前入ったわけ。いやもう俺自身もうバスケに熱かったし、まあバスケで本当熱くやりたいじゃないけど、本当バスかけたいなっていう思いがあって、うん、でそうなった時に関東実業団とか、まあ言っちゃあれですけど、うん、まあちょっと自分の熱と一致しないかなっていうふうに思って、うん、でそこで山野さんの熱い思いと、うん、まあ一致したっていう、あ、もうじゃあ代表、もう山野代表はもうその時点で、うん、まあ今俺ら B リーグプロをこうやって、はい、最短でね、うちのチームあれなんですよ、最短で B リーグに参戦した本当にすごいチームなんですよ。もう自分のチームのこと言うのもあれなんですけど、うん、本当にすごい熱意で一気にガッて上がってるチームで、でそのこ今のこの現状を代表はもうすでに話してたってこと？いや、その時はまだそこまでのビジョンを見てたわけじゃないですけど、バスケを盛り上げていく、バスケで日本一になるっていうところで、もう本気なんだっていうところがすごい伝わったんで、
や、なんかちょっと、まあそのすごい話と思うんやけど、いや、でもそれを話しよるその場がクラブチームなわけやん。別にクラブチームってそれ俺の下関の地元でもあるし、バーリーの岡山の地元でもあるよね。うん、正直そのとこで日本一目指したいんだってバーリーさ、言われた時にさ、ピンとくる？いやいや、全然来ない、全然来ないです。すごいよね、お前そこで決断して、うん、お前の直感力、うん、あ、ひるきさんも来ました、ひるきさんひるきも来てくれた、こんばんは、ケンジ、ありがとうひるきさんがいい話してるねってちょっとね、いい話皆さんすみません、今してるんで本当にちょっとだけコメント待ってもらっていいですかちょっと今日これ聞き出したって話ちょっと待ってください。え、だってその時だってクラブチームでしょ、プロとか全然見えてない。クラブチームの枠でバスケが熱かったから選んだの？そのカテゴリーとかは別に選ばなかったんだ。じゃそうですね、まあ、本気でバスケしたいなっていう。あ、じゃあそれはプロであろうが、うん、アマチュアであろうが関係なかったんだ。まあ、もともとっていうか、そプロに行きたいっていう思いはずっとあったんですけど、うん、でもなんか他のところで、まあ、やるよりかはここが一番熱いなっていうところを選んだっすね。すごい俺聞いとって思ったけどバーリーも普通に考えて、うん、もう言わんでもわかるやん、うん、でもこいつの想念っていうか思い入れの強さ、うんうん、それが現実をこうねじ曲げてでも具現化するお前の力ってやっぱゴリゴリやな本当に。いや、それはもうお前が願ったことは全部叶うわ俺お前についていくわ、ね、よろしくお願いしますすごい、なんかそういう話けどかっこいいよね。それでね、最短でプロチーム、NBDL か最初 NBDL ですね。で、それでいきなり B リーグでいきなりさ、ね、なってね。でその NBDL に入るとか、はい、B リーグ参入目指してるとかっていう話もなかったの、その時は。全然ないです。ただバスケ熱くやろうぜの一言だけだったの。まあそうですね、本当いや、いろいろ話せば長いんですけど、いろいろ話せば長いんですけど、決め手はそこだった。そうですね、決め手はそこです、はい、いやもう皆さん、もうこいつはもう東京 Z の魂ですよ。プレーも見て分かると思うんですけど、うん、こいつのおかげでうちのチームはあります。ちょっと明日から俺敬語で話します。いや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 、すみません先輩。いやいや、年齢もね42ぐらいでしょ、ほんと。まあで、そんなあの志望なんですけど、先ほどあの東京 Z がね、選手のみんなが非常にお世話になってるあのパン屋さんのミモレットさんに行ってきまして、ちょっと彼がちょっとどうしても食べたいっていうので店長にもごれまくって、ちょっとそれあの見させてくださいっつって言ったのをちょっとお見せしてもいいですかね。あの熱い話をしたいと思う。言カズさんが最初に気づいたんだよ。いいいいいい、これ映ってるじゃん、映ってる、ちゃんと映ってる。ちょっと前の方に、これなんて言ったっけ。これイチゴのデニッシュです。どんだけぶりかそのゴリゴリでイチゴのデニッシュがあるかお前こんな男なんですよ皆さん。シモンの口ってデニッシュって言える口になってたそれ今初めて知った。え、言えるでしょ、デニッシュって言えるんだね。言えるでしょ、不動明王じゃないですよ不動明王で絶対デニッシュって言わんでしょもうよく言えたねお前ね、ま、うまそうなイチゴやなこれ。真っ赤っ、あ、赤ちゃん、あ、赤ちゃん、赤ちゃんじゃないクロちゃんまあまでやクロちゃん似てますからね。あの髪坊主したら全くのクロちゃんですからね。やっぱりその振り後でまた来る。熱い熱い熱い。で、本当に今回のカズトークは本当に我々のキャプテン高山シモンいじる絶好のチャンスなんで、もう本当に新しいシモン逆に皆さんで発掘していきます。本当によろしくお願いします。ちょっとコメント見れてなかったんです。すいません。ちょっと拾いましょうね。いろいろちょっと答えたいと思うんで。とりあえずですね。もしもの熱い話になったところで。J さんがいろいろコメントしてくれてるのと。15億あと、ひるきさんもコメントを、ね。ケンジもね、ありがとうね、来てくれて。田中大輝の絵と一周上かと思ったと思って。普通の人はね、うん、そう思っちゃうね。あと、とりあえず田中大輝の下りを J オークさんは聞きたいらしいですよ。おー、プリンス？こいつもね、バスケ界の。バーリーくる、あ、これはちょっとすみません、テープをくるくるしてました。うん、ちょっと映ってると思ってなかったです。うん、あと、あ、いい話してるねからの、うん、いや、なんかカズトークがね、これだけこうシリアスな展開、まあね、うん、熱い話するとかあんまなかったよね。すごい熱い熱い話をありがとうございます。だってね、チョモの時なんてね、もうグダグダって言ってたカズトークは
ダメなトークで終わってるんですよ。なんか酷評されましたよ。ひるきさんが兄貴だってパイオニアだよって来てますよ。あ、ピンチありがとう。私もついていくって来てますよ、ね、本当にもうアメリカいた時本当にみんな憧れてたよってひるきさんが。いや、ピンチありがとう、本当にね、そう言っていただいても本当過去の栄光です、ありがとうございます。マスコが先週からの憧れ、しらすゲストで来てくれたのにね、その時に言ってくれてるけど、ありがとうね、しらす。今日はね、しらすのお土産もらってましたけど、じゃあさ、シモン君いい選手だぜって。 J5 区、はい、いやもう中西ちゃんってプレーオフじゃない、プレーシーズンでやったでしょ。サンレイブスよ、ね、そうサンレイブス、今山形行っちゃったけど、シモンファンは浮気できんわなって、シモンファンは浮気できんわなって、シモンファンは浮気できんわなって、そういう話を聞いたら、もう多分、うん、もうだからそういうのを多分東京 Z のファンの皆さん分かってるから、うん、もうやっぱり圧倒的なね、うん、やっぱ人気というかさ、シモンさんかっこいい、カズさんだってかっこいいぞ、黙っちゃうけどね。言われ慣れないからね。ジュンさんが俺が監督だったら欲しいねって言ってますよ。あざっす、うん、何でお前監督の立場から、まあ、イチゴのデニッシュはもう可愛い可愛い可愛いってギャップ可愛い、事故事故事故可愛い笑い、さすがキャプテン、体の張り方尊敬、うん、最高、DJ シモン、眉毛が濃い、完全に持ちネタ、うん、シモンモノマネうまいよってマスコが振ってますね。やかましいわ。なんかでもさ、バリー、いろいろさ、今巷でさ、まあ、モノマネなのか分からないですけど、うん、ジャスティスっていう、うん、あのね、一回俺にも振ってきて、俺、僕全然テレビ見てない時今見てないですけど、あんま知らないですけど、うん、ジャスティスっていわゆるこの形でジャスティスっていう、まあ何回か YouTube で何回か YouTube でちょっと勉強したんですけど、あれを最初に実は皆さん B リーグに持ってきたの彼氏。いや違う、いや最初からは分かんないですからね。でこの間なんかあの北海道の松島とか他のチーム、あと大賀、あの WJBL の先輩の方でジャスティス4連チャンで、もう同級生があれだけ滑ると汗かけましたけど、うん、本当に、うん、でもバスケ界であれだけジャスティスが言われるようになったけど、やっぱその持ってきたのシモンね、うん、なのに、うん、試合会場でもやりますやりますやりますっつってもうなんかやるやる詐欺に近い、うん、今状況実際そうよね、うん、実際お前ジャスティスやったことないでしょ。やってないっすね、まあそれはさ、お前やるやる詐欺なんじゃない。 やっとくじゃん。じゃあちょ、ジャスティスは、うん、まあ、ちょっとまあいろんな、ガさん言ってくれたようにいろんな人ちょっとやってるんで、確かにね、ほうほうほう、ちょっとマジックしますね。マジマジあの、じゃあ、ジャスティスをやってる、手品ジャスティスをやってる、うんうん、サンシャイン池崎さんが、うん、やってる、うん、マジック重いっす。もうまあもうちょっと、ね、そんなんのこれじゃもうジャスティスすごいことね。いや、もうだからそいつらを一気にこう、うん、超えてくるっていう、もう今はねえ、先々告と取っていいわね。とりあえずじゃあちょっと見てみて、うん、まず、うん、まずイエーイを貯めますね。イエーイ。貯めたの。で、今、うん、これどっちかに入ってるんで、イエーイが入ってるっす。イエーイがどっちかに入ってるっす。どっちに入ってると思うんですか。でもさっきのこっちに入ってる、こっちに入ってたよね。いきますよ、じゃあ、うん、ドゥルル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 こっちも行きますじゃん。ドゥルルボン。ノーイエーイ。そりゃそうやろ。何か全然面白くない。何だこれ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。こっちもノーイエーだけど。うん、じゃあ、うん、ちょっと、ポケットに入ってるんですよ。ポケットに。何すごく言ってるな。イエーイ見して。見して。じゃあ、これをバッチ見して、前に持ってすいません。皆さん、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、これが正解のよもぎ虫のこれがイエーなわけね。あ、これがイエー。あ、これをだからさっき仕込んでたわけすごいね。
あ、これがサンシャイン。それがジャスティス、あのジャスティスを超えた。何何マジマジ何マジ。イエイエイマジ。イエイエイ。拍手でしょ。拍手拍手拍手。イエイエイマジ。いやでもさ、バリバリバリ。やっぱさ、シモってすごいね。うん、とりあえずね、あのコメントがやっとになってる。あ、嘘嘘嘘。ちょっと一回コメント。ね、まあ、最初はなんか、え、そんなことあんのみたいな、いろいろハードル高くないみたいな、ひねり倒していないみたいな、ややこしい、え、右、みんなほら参加してるよ、右、右みたいな、みんな右みたいな、お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 、みたいな、お、お、ん、ん、戸惑いしかないとか、これやばくなっていく、あれこれやばい、あれやばいやつ、あれやばいと思うよね、みんなね、え、でもかわいすぎる、かわいすぎるみたいな、マジやばい、うん、面白すぎる。ほらほら意外と良かったっすね、うん、お前さ、一生分の可愛い今日使うんだよ。あ、すいません、そんなにないからね、俺ないっすね、もう可愛いなんて言われてもね、本当にないから本当にないからね。え、やばいね、バーニーね。え、でも、え、すごいね、あんなことできる。いやでもね、うん、俺、シモンの家ね、当てたいわ。当てたいっすか、うん、え、バーニーさん、もう一回家、もう一回家貯めてもらって。え、でももう一回とか無理でしょ、だってお前、今のも全力でもういいです。嘘でしょ、こいつすごくない。ちょっとじゃあちょっと一番できるやん、うん、俺しっかり見とくから、イエイ食べて、あと一回だけですよ、うん、イエイイエイもうそんなもんだって言う。絶対こっちでしょ、本入れたやん今。こっちですか、うん、いきますよ、うん、ドゥルルルッン、ノーイエイそれすごいな。だとしたらだよ、だとしたらこれですか、これですか、だとしたらこれですか、じゃあまず開ける前にちょっと魔法かけますね、ほうノーイエーえ、ね、本来あったの今、あったそうだった、あったけど魔法かけて、魔法かけて消え出す。悔しいなぁ、消せるわけないやそんなん。いや、ちょっとカズさんポケット見てもらっていいですか。え、俺の、はい、カズさんの、嘘でしょ今、え、飛んだの見えなかったですか。え、ちょっと入ってないよ。え、こっちにある。うわー、イエイイエイ、これ酸素カプセルの場所できました。嘘でしょ、これちょっと皆さん本当にこれ見えなかったんですけど、これ本当のやつです。お前いつの間にしかもすごいお前すごくない、お前これはいや、いや、うちのキャプテンやっぱりちょっとね、いやー、何も見えんかった今お前ちょっと、うん、何もあるね、持ってない、うん、もうやんないっすよ、もうやんないっすよ、すごいやんないっすよ。これ今日ちょっと正直僕らもどうやって引き出そうかってね、うん、打ち合わせの時にバーリーとどうしようかってたけど、うん、その心配なかったね、むしろね。ちょっとコメント追ってみますか。はい、お願いします。2回目からね、シモンさん大好きになりました、イメージ変わりました、汗かくシモンさん、かわいい。違う、右流暢があるから。やりたがり、やりたいんかい。もう一回、もう一回。マジかわいい。左、お、みんな左、左とか。いや、言ってくれてるよね。そっから、ハート強い。大丈夫、シモンさん。癖になる。癖になる。イエーイ。メンタル最強ですね。コーヒー吹いた。フランス。猿芝居。え、みたいな。3時間の打ち合わせの成果それこれね、それこれね修学旅行の夜の空気感パネーできた本当にね、みんないいね、30歳ぐらい行くのにね。いやー、いや、さすがよ、やっぱりね、しもお前どこがシャイシャイだよ。いやいやいや、本当っすよ、むしろお前ただのクロちゃんにしようよ。やんないっすよ安売りはしないよね。いや、まあでもね、やっぱこんなシモンに今あのいろんな各方面からファンが急増してるみたいでね、うん、まあ、あの最近ちょっとあの僕のこのカズンズおにぎりだったりカズンズピザで一番近いところでいくとあのカズンズパンケーキっていうね、あの僕のこの顔を見たっていろんなこあのものをこう送ってくださるようになったんですけど、なんとシモンのとこにも実はねサプライズで一品届いてるんですよ。ちょっとそれをちょっとお見せします。これなんですけど、ちょっと映ってはわからないですけど、これちょっと、まあ、中にあのシモン、高山シモンということで、うん、あの僕の筑波の行きつけのイタリアンのクワトロさんという店があるんですけど、うん、なんとこの番組の今日のシモンがゲストということで今日焼いて
半端ない。プレゼントしてください。昨日ゲロってきたんですか、ね、見てください、皆さん。ちょっとバリちょっと見せて、あの、あれ。これうまそう。高いもシフォン。シフォンですよ。シフォン。シフォンカモンのやつ。シフォンカモン。これがね、試合会場でも、はい。プレゼントしてもらって、はい、もうすっごい美味しかったらしい。いや、めちゃめちゃ美味しかったです。いや、もうね、料理間違いなくて。本当に。うん、ついに、冗談でやっちゃうっていう。店長もね、本当にね、あの人は本当ふざけすぎっていうぐらいノリがいいんで。でもちょっと僕から一言いいですか。これなんかあるこの。ゆうぞうさん、うん。せっかくのクロちゃんなんだから、これチョコレート味とかにして真っ黒にしてもらわないと、うん、これじゃただの普通のシフォンケーキですよね。ね、茶色ちゃん。茶色ちゃんじゃない、クロちゃん。おお。何回やらせんすか。いやー、いただきました。ちょっとね、後で美味しくいただきたいと思います。ありがとうございます。後でちょっとケーキね、あのコーヒー入れますわ。あ、なるほど。ゴリゴリのお顔したいで。いやー、しかしね、なんかもう面白すぎてあっという間に時間がね、進んじゃうっていうか。もう45分経ってますよ。そうでしょ。こんなことをしてると、もう早いね。まあ、あのちょっとね、まあ、宣伝的な要素もね、この番組ちょっと入れていきたいですので、ふざけて終わったら本当にね、ちょっと僕がやった放送事故みたいになっちゃいますんで。あと、スポナビのところ今日もちょっともらってるので、うん、ちょっと皆さん見えないかもしれないですけど、まあ、あのチームのツイッターでも今言われてるんですけど、これちょっとスポナビライブ、まあ、B リーグの試合を配信してるチャンネルなんですけど、今となんと500円、500円じゃないか、無料か、シーズン終了まで契約すると3ヶ月、つまりもうシーズンの終わりまでですね、実質無料で B リーグの試合見れちゃうんですよ。これこんなお得なことなくて、でこれを、まあ、契約してくださいって言ったところなんですけど、さらに東京 Z の応援にもなっちゃうよね、これ。それはうちのホームページから入ってもらわないとカウントにならないということでね。なんか先カウントにならないということでね。なんか先週見たけど、ホームページの右上にあるよね。そうです、そうです、そうです。東京 Z ってホームページあるじゃないですか、うん、で右上クリックしたところから、この3ヶ月無料の、まあ、登録いただきますと、なんと東京 Z のね、このスポナビの契約我々のチームを押し上げてくれることにもなるので、うん、もうぜひそこからもうどんどん契約していただいて、うん、まあ本当に単純に僕らの試合だけじゃなく、リーグの全試合も当然トヨタ自動車アルバルクもそうですし、まあケンジのいるね、うん、テーマの試合もそうですし、 J ウォークのいる山形の試合ももういろんな好きな選手の試合全試合見れますので、もうもしよければこの東京 Z のホームページから契約していただくと僕らとしては非常に嬉しいですよね、キャプテン。はい、ね、ぜひお願いします。なんでぜひよろしくお願いします。スポナビね、ちょっと宣伝させてもらったんですけどね。質問タイムちょっとしときます。そうですね、もうこれ言えちゃったんで、あとは大丈夫ですもん。はい、なんかシモンのその髪型の話題がちょっと出てましたね。シモン髪型が何ですか。だからセルフって聞いたんですけどみたいな、自分で。あ、もう知ってるんや。なんで知ってんすかね。ちょっとその辺を誰かリークしたね。ちょっとその辺を聞きましょうかね、うん、いや聞くも何も、自分で切ってるってだけです。え、それは髪型に随分こだわりがあるってこと。いや、そういうことじゃないです。そういうことじゃないです。だから人見知りだから、こう美容院とか行くとこうなんか喋らなきゃいけないじゃないですか。嘘でしょ。そこそれが理由で言ってない。まあでも自分で切れるからいいかなって思う。いやいや、切れんやろ。切れないどうやってるしょ。ダメですか。いや、すごいね。なんかだってお前それゴリゴリの体でハサミをこう不器用に持って、もう俺見られへんわ、そのお前のその姿。いや、不器用でイメージめっちゃ変わっちゃうよ、俺。それがカストークのいいところ。ゆうぞうさんがうちのシフォン汚しやがったなってきてるんで。はい、じゃあ一口ちょっとパクッ。一口ね。で、はい、ゆうぞうさんに向けて、ゆうぞうさんと皆さんに向けて、どうですか味は。美味しいです。うん、もうこれで機嫌よくなって。ありがとうございます。あとで皆さん、みんなで、ゆうぞうありがとう。しもさん、毎日ひげ剃ってますかって来てますよ。
毎日は剃らないですよね。うん、大体、まあ、この間ケンジのインスタでもやったけど、大体試合前ですよね。うん、やっぱりこう人様に会うときに、やっぱりもうこれ以上恥ずかしく、ね、痛くないっていうところで、一番人に会う前の日に剃る、もしくはその日の朝に剃るかって感じで、ね、うん、試合前は絶対剃りますね。うん、もうだからもう木曜とか金曜の俺としてもやばいもんね。うん、もう伸ばしちゃおうかなって思う時あるけどね、俺は本当にね。でもあれなんでしょ、一回小野さんあんまりヒゲとかそういうのね、あんまりこうね、はい、オープンって OK、まあ、っていう方じゃないけど、シモンだけは伸ばしていいよっていう。そうですね、伸ばしちゃえばみたいな、結構軽めできたからなかなかそのセリフ言ってもらえて思うよ。でなんか聞くところによるとジェームス・ハーデンぐらいやっていいよって、 NBA 選手もジェームス・ハーデンまだ、もうそれお前もうマスコがやったらもう鬼の説教食らうよ。何やったよっつって。本当に。ひげ伸ばしたシモンさん見たいなとか来てますよ。うん。伸ばします。うん、行こうや。行きます。シーズン終わりまで、うん、もう行こうや。いやでも結構剃った方がいいよっていう、うん、あ今も。たくさん教えてたりとかしてて、ヒゲあるよりない方がいいよっていう意見が多かったから。なるほどね。ちょっとじゃあせっかくなんで視聴者の皆さんに、あの高山志門、まあちょっと今スクリーン越しなんでちょっとぼかし入ってると思うんですけど、ヒゲあった方がいいですかない方がどっちがいいですかね。よろしくお願いします。お願いします。バイリーさん集計してください。集計を取ってる間に、なんかひるきさんが志門、うん、選手の好きな日本人選手っていうのを聞いてたんですよ。バスケットですね、うん、好きな日本人選手、それはカズさんですよ。それはお前さ、それはもうカズだけです。そういうの打ち合わせあってから素直に嬉しいとしか言えない。お前でもそのタイミング的にはひるきケンジって言わないゲームがないよ。今もうケンジ今もう画面越しだ。俺はもうケンジのフリやぞ。すいません。いや正直。うん、あのひるきケンジさんのプレー見たことないですよね。あ、そうか。対象がないもんね、はい、見たことないんで、ね、そう、でもちょっと、ね、クラブチームと DL やったもんね。そうそうそう。俺もあいつのプレー全部わかるけどね。そっかそっか。でそうです、ケンジ。なんか他にもヒゲはでも、ハーデンぐらいは一回見てみたいっていう意見と、うん、いや、なしの方がいいっていうのと、やっぱ、うん、結構、トントンというか、まあ俺もヒゲ歴あるけ、わかるけどさ、まあ、俺も正直ヒゲ剃ったらタダちゃんになるよ。痛いっすね。うん、だけどまあもうほんと賛否両論、うん、どっちもあれどっちにやっても結局ブサイクって言われましたし、ヒゲ剃ったら気持ち悪いって言われたし、どっちも一緒なんですよ結局。元なんですよ元ね。頑張ります。ヒゲが必要って言ってたんですよ。じゃあ剃るしかないっすね。うんねえ、腕毛これやけさ俺。カズさんとシモンさんどっちがヒゲ多いんですかみたいな質問を受けました。まあ範囲で言ったら完全に俺うん、範囲でバーリーがジャッジして、まあ、まあ、カズさんですよね。そうなるよね。大体だってね、バスケ界のキングケーズって言ってるからね、今ね、言ってるぐらいから。マスコは代わりに俺が伸ばすかって言ってますよ。じゃあやめとけよ、お前小野さんにお説教されてくる。お前は連れてかんもう。いや、すげえなんかお笑いみたいな感じになっちゃったっすね。で、シモン選手に質問コーナーしましょう。シモンに聞きたいことある人、うん、お願いします。あの、コメントかもんで。もうこんなこと多分二度としないっすよ。もう番組は否定するじゃん。番組否定してるじゃないですか。ポテンシャルは相当高い。もうなんならね、もう本当にちょっといつでも参加してるんで。シモンさんの名前の由来は名前は、うちの親がキリスト教で、だ聖書からうちの俺の姉がいるんですけど、姉はルカって言って、俺は聖書から来てます。結構ガチの方でしたね。ガチなんだよね。話題に持ってけなかった。いや、真面目なんだよ。もう今日何言っても説得力ない。豊津の坂本くんと仲良しですか。あ、そうですね。あの大学で。あ、そっか、あのダンカーの一緒。あ、東海大か。一個上です。おお。チームで誰と仲良しですか。それはもう一応お前と5回ぐらいしようか。
大体夏さん、夏さんも入ってきた。夏入ってきた。夏さん足直してね。とりあえず夏骨折疑惑あるけどちゃんとしてね。夏無理しちゃダメよ。そう、いやでもシモン誰やろうね。何ですか。誰と仲いいよ。仲いいんですか。うん。まあ特別この人と仲いいってのはないっすね。うん。そうですね。はい。なんで選手シートは宝物シートって名前なんですか。これ皆さん知りたいとこや。いやなんかお笑いのイメージ。アズーレンズのプロになる1年目ですね。プロになるにそのスクール生をすごい俺が教えてて、うん、そのスクール生だけで合宿をしようっていうのがあったんですけど、うん、その合宿の時の夜の宴会で、まあ、コーチ陣はコーチ陣で、うん、まあ、出し物しようみたいなのになって、うんうん、そこでなんか陣田さんっていう、うん、まあ、今フロントスタッフで営業やってくれてるんですけど、うん、の陣ちゃんね、うん、が台本を書いて、でお前は高山志門だから、うん、カレンダーとか言って唐突になんか言い始めて、でそこでまあちょっとゲイじゃないですけど、うん、まあちょっとやったんですよね。その時の写真俺前見せてもらったけど、まさかあのレモンかぶってね、レモンかぶってますその顔でレモンかぶったんか、なんかちょろっと見せてもらったけど、わかりました。今もう完全出落ちやねんちょっとあのテレビジョンの表紙とか狙ってんの。狙ってないっす何を言い始めちゃうんですかへえ。でもそのもう唐突なあれで、うん、いきなりすげえ嫌だって言ったんすよなんか宝物のなんかないんですかみたいな、見てみたい、やってみたいな。レモンはないもんな。いやナイスナイス。サボーギの実家の代々みたいなのがあるもんじゃん。実家のお声でなんか何するんですか。ナイスナイス。一回ボケてよ天才。これ持たされても特に何も出ない。ナイスナイスナイス。すいません。ナイス。35番は何ですか。35番はまあいい番号じゃないですか。ああれお前あれかあれやろお前伊藤大使と同じやろ。何ですか。あのケビー・デュラント推しなんですか。いや全然そういうことじゃないです。え35番線そういうことじゃない。バスケ界で、いや多分デュラントよりも先に35つけたいって言ってたっす。大学の時に1年生に入る時に番号選ぶんですけど、その時やっぱり今は4番ですけど、まあ、2番やっぱり上をやりたいですよね。そこは30よく来てる稼いでるね。ブルゾンあー、あのネタのやつそれで35ってこと。マジブルゾンだってめっちゃ最近じゃん。35歳。ブルゾンちょっと俺もお笑い見よう。フリースタイルダンジョンばっか見てお前だねこの間のやつ10回ぐらい見たんやけども。いや僕も見ましたすごかったよね。ハンニャすごかった。ハンニャすごかった。ブルゾンシモン見たいとかいっぱい来てます。いや俺本来そういうことする人じゃないですから。今日和人君がね、いや本当にちょっとサービス精神らしくな感じね。でもう、うん、でもね試合終わった後 MVP とか取る可能性やっぱあると思うしさ、うん、その時はもうぜひさパチン決めてよ、うん、バーリー後ろちゃんと振ってあげるけどさ、With B で音楽いきなり流れ始めてあと 2,3 分ぐらいですかね番組的に。ちょっと最初ちょっとあれしちゃったんで。本当っすね、もう 2,3 分ぐらいのもんかな、ここあれでいくと、うん、だからまあとりあえずじゃあ先に次節の、今週末の試合の予定をしますね、うん、ここにあるこれホームか。これホーム、ね、今週末は、名古屋に遠征します。で相手は、FE 名古屋、はい、ファイティングイーグルス、ファイティングすみませんイーグルス名古屋さんと、タイカメラなんて読めたっけ。いやー忘れちゃったな。なんか名古屋市内のすみません、ビワなんとかのセンターみたいななんかところでちょっと試合で、試合時間はみんなの方がやる。後で怒られるパターンですチームの候補の方からチェックしておきます。ちょっとそこだけちょっと今こっち見て書いてると思ったらアウェイだったんで申し訳ないです。
また頑張ってきますんで、まだね、東京 Z は名古屋さんには一度も勝ってないらしいやん、うん、そう、今まで1回だけっすね。その B リーグだけじゃなくて、いや、 B リーグになる前です。 NBBL の頃にこのチームの歴史で一度しか勝ったことないチームに、ね、はい、我々今週挑んできます、うん、本当に、まあ、当然強いチームだと思うんですけど、うん、で、俺らも今ね、すごい調子上がってきて、まあ、怪我人も全員戻ってきたか、うん、戦力的にも今だいぶ充実してきたんで、もうぜひここは行きますよ、2つね、2つ取って頑張ってきますんで、うん、ぜひもう会場でもそうですけど、もう本当にまたね、ハブでパブリックビングもやるそうなので、もう多分西宮先輩来週です。すいません、ちょっと怒られますもんね、はい、もう本当に皆さんもいろんな画面越しでも、もう本当にスタッフだったりとか念を送ってください、はい、本当に応援よろしくお願いします。来週のゲスト、来週のゲスト、ああそうや、来週のゲスト、いつもね、視聴者の方がいつも言ってくれるのよ。来週のゲストの投票を始めましょう、用意スタート。あと1分ぐらいしかないですね、1分ぐらいで決めて、来週シモン再び再びしてもうやらないです。があるんでね、シモンは何で締めてくれるんやな。わ、村子、シンジ、あ、シンジ、カツシ、あ、ばらけてるばらけてる、シンさん、めっちゃばらけるっすね、シンジ、シンジやね、来週もシモン、おわぎは、シンジやね、シンジやね、村子、村子がちょっと、わ、村子めっちゃ盛り返してきたけど、小野さん、この時は皆さん勘弁してください。もうただただ1時間僕とバリ何も喋らない家族になっちゃう、静止画を送り届けるかもしれない、やる事故になっちゃうから、小野さん持ってるかもしれないですよ。お前それはどうするめちゃくちゃ面白いから。いやだって俺が持ってたんですよ。じゃあ、シンジかな、ちょっとシンの方からもリクエストがあったんで、シンジいけるかね、来週ちょっとシンジの方に確認してます、うん、で、ね、いろいろ調整しつつまた来週もお届けしたいと思うんで、来週は今日何日やったっけ、3月、あれ来週試合ってアウェーアウェーで土日やん、3月の3日、木曜8時です。またいつも通り木曜夜中8時に行い、放送しますので、また来てください。私も来てくれるかな、いいと思う。いや、ありがとうございました。シモン、ありがとうございました。ありがとうございました。最初のやつわからないけど、ちょっとやってもらっていい、とりあえずちょっとじゃあやめ、うん、終わりましょうか、うん、で終わりましょう、うん、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。で、言ってたね、ライブをとりあえず終了させればいいですよね、うん、終了する